はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はね、変な親父を見つけたんですよ。それがこちら、じゃじゃん、バキューム親父。はい、今日はこれなんですが、バキューム親父です。で、それぞれ色と顔が違うんですよ。親父だからね、おっさんですよね。全部おっさんの顔なんですよね。まあ一つ一つ見ていきましょう。まずはこのピンクおじさんから見ていこうと思うんですが、これパッケージの裏なんですけど、つまんで離すとスライムを吸い込むよって書いてあるんですよね。ああ、意外と本体はね、結構硬めですね。で、これが黄色いんですけど、結構柔らかめのスライムっぽいですね。スライム出してみよう。あ、柔らかいですね、これね。はい、これで準備完了です。で、これよく見ると口が開いてるんですよ。これ絵じゃなくて、ちゃんと隙間が開いてますね。なんかスライムついちゃってこれをグッと押して潰して離すと、何やらね、スライムを吸い込むらしいんですよね、この親父が。まあ、バキューム親父っていうぐらいなんでね吸い込むんでしょう。やってみましょう。押してくっつけて離す。あ、吸い付いてる、吸い付いて、吸い込んだ。なんだこの親父、ちょっと口が出てるし。いやー、なんか汚いな、お前。でもちゃんと吸いましたね。で、もう一度押すと、ねこれなるほど、でもすごいねこれ。いや、ちょっと出てるよ続きまして、緑、ちょっと泥棒っぽい親父ですね。まあ基本同じなんですけど、まあ、ちょっと表情は違うんでね。うおこれね、全部するの意外と難しいんですよ。出してくれ、ちょっと親父。バキューム親父、いけ、頑張れ。おっ、よしはい、次はこれです。タコ親父。たこ焼き屋でもやってんのかな。タコ親父いきます。おっ、やるね、さすがタコ親父だねさすがタコ、吸い付き力が違うよねあー汚い。ほい、タコ、ほっ、おー、綺麗に吸いますねはい、続きまして、水色親父。これは目が回ってるんですかね。ちょっと残すね、やっぱりね。はい、次はピンクニッコリおじさん。はい、最後です、黄色おじさん。ちょっとデコのシワが気になるね。これまあ僕の感覚なんですけど、一番なんか吸いやすかったタコ親父とこのピンクおじさん、これで同時にやってみましょう。うっ、おー、タコおじさん勝利はい、ということで、ちょっと汚いバキューム親父でした。一見ね、ちょっと汚く見えるんですが、実はね、これうまく吸えるとちょっと楽しいです。まあ個人的におすすめは、そうですね、吸い付きがいいタコの顔の赤いやつと、あとまあ表情が親父っぽいのはこの緑とか、あとピンクかな、この辺りおすすめです。それではまた次回のセイキン TV でお会いしましょう。 See you next time!